皆さんおはようございます。2022年3月の15日、立憲民主党の原口和弘です。朝のご挨拶 B です。長瀬って今ありましたね。高木瀬の一番北の方ですね。私の町で、これから東京に向かいます。おはようございます、ごきげんよう。今日はね、この後国会に向かいます。この風景が大好きで、あの串山さんね、いつも綺麗にされてますね。本当にあの高木瀬の農協青年部でも大変お世話になりました。農業の盛んな町っていいですよね。本当に落ち着きます。で、もうすっかり佐賀は春見えてきました。いろんな花がもう一斉に咲き誇る。で、特に私が好きなのはレンゲ畑ですね。レンゲ畑がすごく綺麗で、菜の花と、まあ、いくつもいくつも死にしています。で、ただ春の心構えっていうのを少しお話しとこうかなと思います。あ、これ石指の入り口って書いてありますね。これ成富兵庫重康がですね作った、まあ世界に冠たる治水のモデルですね。一遍にやる、公平にやる、そして全体に見渡してやる、この三つの戦略でですね、佐賀の治水を見事に、でしかもこの自然に沿ってやってるんで、どうしようもない強い力をですね、どうやって和らげていくか、この先にはですね、このここから左に曲がったところなんですが、象の花とかいろんな名前のついたですね、意味があって、でそれが激しいこの加瀬川の流れをですね、緩めて、そして、洪水を逆に意図的に起こすところと、そこから防ぐところと、それをもう作ってるんですね。熊本城や名古屋城のお堀、まあそこにも関係するあの大変な水の技術が込められています。で、春の心構えというとですね、春っていろんな出会いと別れがあって、まあ特に日本の場合は卒業式、入学式ですね、あるいは転入転出、年度が変わります。で、だからそれから引っ越しも多いですね。住環境が変わる、それまでいたところと違うところに行く、そうするとですね、やっぱり、体や心もある一定のストレスを被るんですね。だから春の心構え、私も全然そういうのを意識したことがなかったんですけども、大学で心理学を学んで、いわゆる引っ越しうつ病ってその当時は言ってました。いろんなことを一気にやって、そしてふっと抜けた時にもう次の力が入らなくなる、頑張りすぎちゃってるんですね。で、きついな、辛いなと思うのはですね、逆にサインだと思って、しっかりこう、まあ、休みがね、取ることができない、まあ、私の仕事もそうですけども、だとすると一日のうちに何時から何時までは全く関わらないと、綺麗ですね、以前の国庁跡です。ここ我が高木城のちょっと北側にですね、この肥前の国庁跡があるわけですね。ネギ坊主がいっぱいですね。ほんと綺麗な色ですね。よいしょ。で、春の心構えと
いうことで、少しそのローキーでやっていくっていうのも大事なんですよね。菜の花も本当綺麗ですね。でローキーでやっていくのと同時に、休みをしっかりと一日のうちに何時から何時は休みですねと、昨日も申し上げましたけど、1日10分の自分へのご褒美、そのご褒美の時間を設けるっていうのも大事ですね。一歩一歩の達成感、そして周りに、よくマザー・テレサがおっしゃってましたね、一日のうち一つ愛を配りなさい、どんなに小さくてもいいから愛を配りなさい、それは誰かから受けた嫌な思いを少しだけ心の中で忘れることかもわからない、あるいは誰かににっこりと微笑みかけることかもわからない、一日のうちに一つ愛を配りなさい、愛を配るノートとかですね、作っている友人もいました。お前が言ったマザー・テレサの言葉通り、自分も一日のうち一つ愛を配ってるんだっていう話だったんですね。でノート見せようかって、いやいいよそんなノートって言ったら、ほとんどいろんな辛い思いを忘れること、あるいは誰かから嫌な言葉を受けたのを忘れることがうわーって書いてあって、うわーあいつこんな嫌な思いしてるんだって。でもそれを書いて、外化っていうらしいんですけどね、外に出すと、外に出すことによって自分の心の中にあったトゲまで外に出すということのようですね。で、まあ、ただもう本当に今日ウクライナとロシアの4回目の会談が行われてますけども、もう一人の命も失われてはならないと。でもそれにしても、その中国だトルコだイギリスだフランスだっていうのが、いろんな、もちろんアメリカもですけども、仲介を、アメリカは仲介じゃないですね、出てくるのに、ちょっと日本の存在っていうのはあまりにも薄いなって思いますね。でその陰で、A でも申し上げましたけど、核保有論を言ってる人たちがいて、でこれなんでここまでその、テレビとかで出るのかと、世界の中でこんなテレビないですよ、世界の中で核を持ってる地域の方が少ないんですよ、非核兵器地帯の方が多いって皆さんご存知ですか。しかもこんだけ、その逆に言うと北東アジアで核に囲まれている国はないんですよ、日本みたいに。だからこそ非核化を言うわけじゃないですか、喉元にもう核兵器を開発して持ってる国がいるわけですよ、だったらこっちも持つぞじゃないでしょう。仮に核もう無限大分下がってですよ、核兵器が自分たちの国を安全にするっていうふうに仮定しましょう、私はその仮定を認めないけども、その人たちがそう言ってるんで。でもですよ、遅れてきたところが先に行ったところに勝ちますか、勝たないでしょ。しかもこの国力で、その間に燃料を止められ、経済を止められ、いや侵略を招き入れるようなもんじゃないですか。世界の安全保障を英語でもロシア語でも中国語でもいいから、あるいは日本語でもいいから、話してくれゃいいですよ。オタク恐ろしい人ですねって言われますよ。でこの戦争屋の手口っていうのはですね、A で申し上げましたけども、すっごくよく似てるんですよ。一つは、特徴を3つだけ申し上げますとね、一つは分断を煽る、分断を煽る、
で、なんとかの国がとか言ってる、もちろんね、私たちもあの北京に行ってなんでこんなことやってるんですかっていうのを直接言いますよ。でもそれは直接言うんですよ。で、日本の中で分断を煽ってる人たちの姿を見ると必ずしも日本の方じゃないんですよね。その国の戦争やの場合が非常に多い。私もテレビで 1,2 回そういう戦争やと外国人ですよ、あの非常に不愉快な思いをしたんで、あのその国の人に聞いてみたら、いや自分の国に恨みを持ってるんだと、そしてあのそこで今の体制を変えて仲違いさせて、そしてあの大儲けしようとしてんだと、このパターンですね。分断を煽る。そして2番目はですね、戦争屋の手口の2番目は必ず安全保障環境が厳しい。安全保障についてですね、さも専門家のように言うんですね。でもよくよく見てみると、その本国で聞いてみると、さっき1番目の特徴で申し上げたように追い出された人が多いですよ。本国で通じもしないものを日本で、ただ3番目ですけども、日本は間接統治を受けた国なので、7年間アメリカにもうまさに主権のない時代があったわけですね。 GHQ が占領して、占領政策のもとにいるわけです、いたわけですね。だからその戦争屋とアメリカ、例えばアメリカにしましょう、アメリカだったらその戦争屋と、それからアメリカの中の良心の人たちとの区別をがつかない、つかなくさせるんですよね。いやワシントンはこう言ってると、嘘でしょ、嘘が多いですね。で4番目、これは気をつけなきゃいけないのはルサンチマンって言うんですけども、嫉妬やねじれた感情を利用して、そしてそこにつけ入ってくるわけですよ。でこの人たちが必ずやるのは身近な人たちとの間の分断なんですね。例えば公務員がこんないい生活してるだろうとかね、在日外国人にはこんないい思いをしてるだろうとか、だいたい決まり文句がありますよね。で、いや確かにそういう部分もゼロじゃないわけだから、その感情を利用してですね、そして分断を図っていく、その日本国内の分断を図っていくんですね。そしてもうこれで最後ですけど、往々にしてテレビの一番弱いところ、視聴率、それからお笑いですね、そういったものを利用して、そしてのし上がっていく。このところのファシスト型のリーダーが、そのほとんどがなんていうかな、日本語で言うとなかなか難しいですね、ファニーですよね。ファニーってちょっと変だな、要は反知性なんですよ。とにかく知性が大嫌い、理論が大嫌い。よく小学校の時ですよ、私も空手とかキックボクシングとか柔道とか剣道とかいろいろ習いましたけども、その喧嘩になると言うと、もうそういう何とかな、流儀とかそんなものを完璧に無視してですよ、ただただぐるぐる手を回すして、仕掛かってくるのがいましたけど、まあ、簡単にそういうのをやっつけることができるわけですけど、
議論で言うとこういうのですね。無視してでもなんていうかな、見てて僕らは哀れだと思うけど、そういうのを喜ぶ人たちもいるんですよね。国会でもなんでこんなあの愚かなことを言うんだろうと思うけど、もう徹底的反知性で、しかも日本の場合はあの歪んだ学歴社会の中で憎しみを持ってる人たちも少なくありませんね。私のあの身内にもあのそれをなんとか変えたいっていうんで一生懸命やっている身内がいました。でなんとか理論とか監督理論とかさもあの偉そうに言っているなんとか大学での人たちっていうのは基本嫌いなんですよ。私もあんまり好きじゃない。あのなんていうかな、自分がそういう道をたどってきたけども、あの言いにくいですけどもすかしたやつが多い。だから基本嫌いなんですよ、そういうの。だから格差が広がり貧困が広がっていくと、あっという間にそのなんていうかな、分かりやすい方、反知性に傾くんですね。この5つの手口で大体その国は戦争屋に乗っ取られちゃうんですね。日本は絶対そうなっちゃいけないし、まあその傾向が今強くなってるんで、負けないように頑張っていかないかんというふうに思います。さあもう横断道がそろそろですね、終わりですね。ガソリンがもう急騰してて本当にあの経済直撃してますね。でトリガー条項じゃなくて、そこも私たち言ってますけども、そもそもガソリンの暫定税率、暫定なんだからなくちゃいいんですよ。そしたらこの今の状況は随分変わりますよ。変えたらいいじゃないですか。そうです、生活を直撃するんです。私もあの自分で料理するから1円1銭のあのスーパーの値段が頭に入りますけども、いや本当にね厳しいですよ。それなのに人手不足と。で昨日もあの庭に植えるのを探してたら、もうなんとかな、量販店とかでもですね、あの如実に差が出てますね。というのは前だったら例えば園芸センターでもそこの専門の人がおられて大事に大事にあの売り物をですね可愛がってくださってたそのお店がですね、ある時行くともうなんていうかな、あこれは3日も4日もほったらかしにされてるんだろうなって思うないになってるんですね。でなんでかなと思ったらもう外にあの係の人がおられないんです。すっごい大事にあの可愛がってた人なのに多分来られなくなってるんですよ。で中国がゼロコロナ政策をバンバンにやってますね。で徹底的に封じ込めて経済を回してる。まあそれでも 5% 成長とか、でも日本はそんなとこまで行かないですよね。で明後日の規制は全く無意味ですけども、やはり早期発見、早期治療、早期診断のですねあれにやらないと置き換わりが起きてますね。今 BA1 から BA2 オミクロンの置き換わりについて議論をしてますけども、あまりにも早くその規制を世界の中で緩めようという動きがあって、これ非常に危険ですよね。というのはもうこのステルス性の
このウイルスは弱いところを直撃する、そのことを考えるとですね、やっぱり政治の良し悪し、これで全然違ってきますから、頑張っていきたいと思います。さあ、もう鳥栖に来ました。太陽はこっち側ですね。飛行機雲がいっぱい。早く佐賀空港から行けるようなになってほしいですね。朝一もこの時間もあったのが減便になってですね、ずっと福岡から、まあ、帰りはね佐賀で降りて、あの綺麗な空港に降り立ちます。まあ、福岡空港も綺麗っちゃ綺麗ですけど、あの降りる時に登る時ですね、佐賀空港にはやっぱりねかなわんと思いますね。よくあのアテンダントの方々にも親切にしていただいて、今日は3回目ですねっていう方にもお会いします。で、やっぱ覚えてるんですよね、そうやって声をかけてくださる方。マスクされてるから目しか覚えてないんですけど、でっかい目の方がよく声をかけていただくのかな。大きな目をあのよく記憶してますね。まあ単なる勝手な印象なんでしょうけど。さて、もう鳥栖のインターチェンジに来ました。最後は太陽が見えたらそこでご機嫌をしたいと思います。右手でずっと持ってった飛行機雲ですね、ちょっと太陽の角度まではいかんかな。車が映り込むんですよね、無理だな。じゃあ皆さん、この空でごきげんよう。ありがとうございました。